はいどうもコミです。さて本日はですねディガホグ、これをですね、改めて見ていきたいというふうに思います。最近ですねやっぱライトニングの呪文を使った天才戦術っていうねクラン城だったり投石機なんかをこう壊しながら、ソラパートを展開していくような攻めがすごい流行ってますよね。でそういうのもあって、クロスボウが対地から対空に変わったり、スケルトントラップがやっぱりこれも対空になったりと結構ですね、陸に対する特化防衛っていうのがだんだん減ってきた、まあ、そんな印象を受けているんですね。でそういう環境でこそやっぱり今度陸っていうのが見直されるべきなのかなと思っていて、私も今陸の攻めも、レジェンドを対戦、まあ、いろんな場面でこう使い分けてるんですけども、相変わらずやっぱり強いのがディガホグですね。この万能性が非常に高いので、本日はまあその辺っていうのもですね、お話しできればなというふうに思ってます。合計4本、アタック見てほしいなというふうに思うんですけども、すべて、それぞれね、特徴があるものをこう、チョイスしてますので、最後までぜひ、お付き合いいただければというふうに思います。でですね、まず一番最初はもう、本当オーソドックスな、ディガホグですね。これを見ていただきたいと思います。もうこんな村にはやっぱね、もうディガホグ最高って感じですね。非常に刺さりやすい。で、ポイントはですね、アーチャークイーンをこの溝に歩かせるんですね。クイーンがこう歩くようなイメージ。で、こういうやっぱ島型と言われる、こことここにこう島がね、こうあるような、この島型と言われるこういう配置には、何せこのディガホグが刺さります。で、シングリーフェルの、これ非常に怖いので、ロイヤルジャンピオンを使って、フリーズの呪文を添えながらこう処理していきますね。で、確実にこれを落とすことによって、アーチャークイーンが壁の中に入っても、もう一発でやられるような心配がないという状態をまず作ります。で、その後にここ、高火兵車プラスのキングを使って、外周をこう、全部ね、ここをカットしていきます。その上で、ディガーとホグライダーをその隙間をこう縫うように回していくんですね。そうするとクイーンとここでこう合流しながら最終地点に向かっていく、まあ、そんなようなね流れを作っていく攻めになります。でこのですね3層構造、つまりそのクイヒーパードと投下兵士やバーバリアンキングでその間に、ディガーとホグライダーを入れる、この3層構造の、形をいかにして作るかっていうのがこのやっぱり、ディガホグ戦術を伸ばす何よりの秘訣かなというふうに思います。で、今回ボキボキさんですね、この部分イングリンフェルノ、これはもうどうしてもクイヒーを展開する上で壊したかったので、しかも壁を開けずに壊したかったんですね。なんでここにまあ突撃艦を投げ込むっていう手もあったと思うんですけども、やっぱり投下兵車が使えるプランが練れるんであれば、投下兵車を使った方が圧倒的にですね、このディガホグって伸びるなっていう印象が私もありますし、まあおそらくボキボキさんも同じように思ってたんじゃないかなと思います。そこはロイヤルチャンピオンを序盤にもう捨てる覚悟で、ね、使っていって、投下兵車の方を兵器として使う、まあ、その選択をしたのかなというところですね。ご覧のようにもう最後の区画までこう処理ができている状態で、ディガーが結構な数こう生き残ってますよね。がっつりと。で、後ろからウィザードも追っかけてきているし、アーチャークイーンもしっかり生き残っているという形ですね。で、タイミングに関して、どれくらい前、1週間ぐらい前かな、動画を出してるんで、まあ、そちらも見てもらえると、どういうタイミングでディガホグを展開すればちょうどいいのかというところに関しても分かってもらえると思うんですけども、とにかくこの3層構造プラスタイミング、これがいかに決まるかっていうのが、まずこの、ディガホグを使う上で一番気をつけるべきポイント、基礎中の基礎みたいなところになってきます。で、それがなかなかですね、慣れを要するので、超一石でできるわけではないんですけども、まあ、そこのタイミングっていうのはまさにですねユタさんが言ってたかな、うまい人のリプレイをなぞる練習をしろみたいなことをおっしゃってた気がするんですけども、それですよね。前回取れるディガホグで前回取れるんだっていう、もうそういう分かっている配置に対してちゃんとそれでディガホグで前回を取っていけるかどうか、そこのトライっていうのをやってみると、自分のそのタイミングなんかがしっかりと村の形だったり出すべき時に出しているかどうかっていうのが分かってくると思いますので、ぜひ試してもらえたらというふうに思います。で、このですね形がまあ基礎なんですけども、これだけでは芸がないと思うので、ちょっとね発展系を見ていきたいと思います。まずはですねこれロックボマーを使うっていう方法ですね。このキヨさんが釣ってきてくれているこのアタック、キヨさん結構特徴的でですね、ロックボマーを使ったディガホグをよくやるんですね。で、これっていうのは、まあ、突撃艦を使うよりも、突破兵器パートのアドバンテージが大きくなるっていうのが特徴です。今回のキヨさんのアタックの場合っていうのはクイーンを
ここにこう歩かしていくんですね。でボマーでここを削っていく感じですね。こういう風に。でディガーとホグライダーはこっちからぐるっとこう回すのイメージで展開していって、ここをキングでカットするというイメージですね。で、ボマーを使ったことによってシングルインフェルノ、フリーズ1枚は使ったものの叩いてから中に入っているイエティがこんな風に出てきてくれて、火力が高いですね。ここはクロスボウなんかがあったりするんですけども、そのターゲットをイエティが取りながら、しかもクロスボウにこうチビチビとダメージを与えてくれるというところですね。この効果もあってアーチャークイーンのレイジを遅らせたりすることができるので、延命につながってます。でバーバリアキング、これ本当はですね、こっちに歩かせた方も多分逆走しちゃったんですね。シングルインフェルノに当てたくなかったんで、あえてこの中途半端な力出したと思うんですけども、まあ、逆走しちゃったので、このカットがね、不十分になっちゃったっていうミスは、ここにあったんですけども、逆にこうミスったとしても、ほぼね、バーバリアキング仕事しないんですよ。4施設壊したぐらい。全然仕事しないと言ってもいいんですけども、それでも、このヒールを3枚積んだギガホグが伸びに伸びに伸びまくって、最後まで行っちゃうっていうね、この破壊力がもうとにかく凄まじいなというところですね。アーシャクイーン今クロークを発動して中心部からこの壁の奥側ここら辺までこう全部こう削りをこう入れていってくれてますよね。こんな感じか、こんな風にガツンとここなんで、ディガホグのルートは外周もこう含めて考えなきゃいけないものの、まあそれなりのなんていうのかな、広がりを抑えられるような、範囲というかね、スペースで、進軍することができているという形になります。でこのホグライダープラス、ね、ロイヤルチャンピオンというコンビがまたいいんですよね。このディガホグを使う上で、さっきのボキボキさんは、ロイヤルチャンピオンを最初もう捨て駒的に使いましたけども、こういうですね、ギガホグのホグライダーにロイヤルチャンピオンを混ぜるパターンっていうのは、かなりロイヤルチャンピオンの盾にね、ホグライダーがなってくれるので、ロイちゃんが延命して最後までこうね、仕事をし続けると。こうなってくるともうめちゃくちゃロイちゃんが強いですね。やっぱ一発一発の ダメージっていうのが、ペッカとアーチャークイーンに次ぐナンバー3かな、確か。ぐらいの破壊力、さらに移動速度も速いので、進軍の要になって聞いてくれますね。やっぱりそのホグライダーに混ぜ込めるんだったら混ぜ込むっていう手も当然あると思います。まあ、なんで、まあ、一番いいのは投下兵舎を使いながらロイヤルチャンピオンを投下兵舎の後ろから出していくようなプランが描ければ一番いいんですが、まあ、最近なかなかそういう配置もね、簡単にやらせてくれる配置もないので、まあ、どちらかを序盤に使ってアーチャークイーンのなんていうかな、クイヒーパートのサポートに回す、そんな方法が、よく見られるんじゃないかなと思います。でまあ、今回のキヨさんの場合にはここですね、このクジガーの今この見えているこの部分っていうのを、破壊しながらターゲットを取って、アーチャークイーンの延命を図ったという形ですね。で、これなんですけども、サザンクロスにもですね、結構いい感じになるんですね。まあ、よく見るこういうサザンクロス配置ってやつ、まあもう今更ながらかもしれないんですけども、これもクイヒーディガホグで簡単にキヨさんが取ってくれてます。これ下手するともうテンプレの攻め方として覚えてもらってもいいぐらいの美しさでの展開になってくるんですけども、ですね、プラン的には、クイヒーをこっちからぐーっと進めていく。でボマーを使ってこのマルシンフェおよびその周辺を削っていくんですね。こういう風にでキングを使ってここの区画だから、まあこの部分全部削っちゃうわけですね。ガンとこういう風に削っちゃって、でその上で、ギガーとホグライダーをこっちからこうぐーっと流して、こんなイメージ流してくるようなイメージですね。まあ、ちょっとうまくね、書けないので、攻めも見てもらった方がいいかなというふうに思うんですけども、これ、シングルインフェルノだったので、もう、ヤスイーパーも向いてませんから、バルーンが楽勝でこれ壊してくれましたね。で、アーチャークイーンは予定通り、このバーバリアンキングの方向に向かって歩いていくと。で、クロスフォー、ここは壁の中にあってアーチャークイーンが殴れないんですけども、そこに対してこうディガーを当てていくんですね。そうすると、ボマーを使って、こっちがカットできてますね。この辺がカットできているので、アーチャークイーンでこっちもカットできていると。で、キングでここもカットできているということで、ずっとディガーとホグライダーが、タウンホールの方に向かってくれているのが分かると思います。で、本来こうなってしまうと、アーチャークイーンとかが後で追っかけが切れなくなっちゃうんですけども、実はこれサザンクロス配置の、まあその弱点でもあるんですが、壁の隙間がしっかり空いてるので、アーチャークイーン壁に捕まることなくですね、このディガーとホグライダー追っかけるんですね。でこうなってくると、もう終盤止める施設はほぼほぼないというレベルになってくるので、まあイーグルフォードシングルインフェルノ、これがなんとか最後頑張ってますけども、ロイヤルチャンピオンで落とし切って、
あとは、外周回っているディガーと、あとまあヒーラーもついてますんでね。アーチャークイーン、これが最後のイーグル砲を叩いて終わりと、まあ、いう形になりますね。非常に綺麗なアタックですね。まあ、呪文もこの時点でも一枠残ってるっていうね。ヒーラーがもう、ついてくれているので、まあ、ディガーたちもダメージそんなに、すいません。受け入れても回復も効きますしね。もう盤石の体勢ですね。こうなったらもう止めようがないっていうの、まさにもう言葉通り止めようがないですね。とまあこんな形でですね、クイヒーディガホグという編成、なるべくクイヒーを生かした方がいいんですが、最後に見てもらえた4本目っていうのは、クイヒーがやられちゃうパターンですね。で、こういう、やられちゃうパターンにおいても、実はクイヒーディガホグって、そこからのリカバリーがすごい引きやすい、まあ、運に左右される要素も当然ながらあるんですけども、やられちゃうタイミングとかにですね、左右される要素もあるんですけども、そこをですね、うまいことこう、諦めずに頑張れば、クイヒが序盤中盤でやられてしまっても全員カメラ伸びるというのが見て取れるアタック、最後に見てもらって終わりにしたいと思います。ではこちらお願いいたします。こんなようなまあ島型配置ですね。で、形的にはですね、アーチャークイーンのクイヒーパートを使って、こうね入れていきます。で、やっぱりですね、そう最初に言い忘れちゃったんですけども、クイヒーでなるべくだったらタウンホールと、あと防衛援軍、これをね、倒しておくのが本当におすすめです。なんでかっていうと、防衛援軍に関しては、今回来たこのバルーンみたいなやつっていうのは、ディガオグだったり、あとなんだ、ね、バーバリアンキングでは絶対処理しきれないんですね。まあ、ロイヤルチャンピオンがいれば処理してくれるんですけども、途中でこう、ラバハウンドにロイちゃんが捕まったりなんかすると非常に厄介なんで、序盤にアジャクイで処理しておくのが、中盤から終盤のディガオグパートをスムーズに進めるのに、まあ、非常に重要です。で、かつ、タウンウォールに関しては、ギガ、インフェルノにもなってきてます。で、これがレベル5になってくると、まあ、秒間300のダメージ、まけに爆破ダメージ1000と、これを与えてきちゃうので、もう、この、タウンウォールを落とすタイミングで、もしこれディガオグで処理しようと思うと、もう、グランドゴーデンのエタナルトームが必須になってきちゃうんです。もう、絶対そこで使わされちゃうということになるので、それをですね、なるべくなら避けたいということがあって、できるんであればクイヒーパートでタウンホールも一緒に処理しておくとなおいいという形ですね。今回のヒカルさんの場合もフリーズを使ってレイジも使ってガンガンですね、このタウンホールに迫っていきます。タウンホールをなんとかアーチャークイーンで落とし切ったところで、残念ながらクイヒーパートはお役御免やられてしまうですね。ここですね、フリーズ使ったんですが間に合わずと。ただこれ、ヒーラーがですね、近くを歩いていたディガーたちにこうスイッチしていくんですね。で、この効果が実はめちゃくちゃ大きいんです。本来そのクイヒードラゴンとかクイヒーラバルとかトラ系の戦術を使った場合っていうのは、クイヒーがやられた瞬間にヒーラーがつく相手がいなくなっちゃって、もうそこで、ヒーラーも指を加えるしかなくなるんですけども、ディガホグの場合っていうのは、ヒーラーがちゃんとディガーとホグライダーにこう追従してくれるので、もうピンピンしますよね。もうディガーとホグライダーが、もう大量のディガホグが、もう全く止まる気配なく、攻め進んでます。この時点でもヒール1枚残して、投擲機の区画にこう向かっていく、この盤石の体勢ですね。で、ホグライダーにしっかりヒールをかけてあげて、で、後ろからロイヤルチャンピオンを追従させながら、この投石機のダメージが集まる、ここに、ヒーローを使った判断、本当ナイスですね。これ多分初見じゃないかと思うんですけども、きっちりと、ホグライダーが、投石機のダメージを受けるところに合わせてきましたね。あんまり奥まで、行ってからっていう風にして粘っちゃうと、投石機のダメージを受けて、ホグライダーがやられてからヒールタクなんていうね、ことにもなりかねないんですけども、そうさせなずにしっかりと手前から耐えていく。で、まあそこにうまいことこう、トルネードトラップだったり、巨爆なんかがいっぱいあったんで、多分この判断はものすごい大正解、だったと思いますが、こんな形で、ですね、低い火がやられてしまってもヒーラーが、ディガホグにスイッチする。まあこういう形を作っていけるっていうのも、このディガホグ編成を使う、メリットになります。で、最後まとめますと、まあ、今の環境ですね、やっぱりソラーに対する対策が増えてきてます。スケルトントラップが対空になっている、あとは、クロスボウが対空になっているですね。で、こういう環境においてはやっぱりクイヒーっていうもの、その
くものがそもそもやりやすくなりますし、でディガホグにしても、まあ、ディガーオの、ね、足を止めてしまうとスケルトントラップが出てきにくくなってるっていう意味で、かなり使い勝手が上がってるかなというところになるので、ぜひですね、陸編成これまだ使ったことがない方、これから使いたいという方はぜひ参考にしてほしいと思います。その時の注意点としては、なるべくならアーチャークイーンのクイヒーパートで防衛援軍と相手のタウンホールを叩いておくのがベスト。今回みたいなこうね、島型と言われる区画がこう2個に分かれているこういう配置を攻めて、この間にこうね、アーチャークイーンを通していくようなプランを練る、作るっていうのが、結構いいです。で、今アーチャークイーンが仮にですね、こういう風にあの間を通っていくんだとしたら、キングとこの投下兵車はこの外周を歩かせるように出していって、この間のこういうルートっていうのを、ディガーとホグライダーを使って歩かしていく、こういう3層構造ですね、1,2 の3層構造っていうのをしっかりと作っていくと、さらにですね、ディガホグパートが伸びていってくれる、基本の形が完成しますので、まあ、その辺も参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、本日の動画は終わりにさせていただきます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにもですね、今タウンホール13から募集してますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。